開業日は2016年、来年の3月26日土曜日とさせていただきたいと思います。運転本数は全部で13往復、うち東京新函館北斗間直通のはやぶさが10往復、仙台新函館北斗間直通のはやぶさが1往復、また盛岡新函館北斗間直通のはやてが1往復、新青森新函館北斗間運転のはやてが1往復となっております。編成は H5 系、E5 系で重量編成での運転とさせていただきたいと思います。新幹線開業に伴いまして、特急スーパー白鳥を、また急行ハマナス、寝台特急カシオペアの運転を取りやめとさせていただきたいと思います。はい、すみません、下お願いします。最後に、両側で。